皆さんはリング・スノー・ストームという人物を覚えているだろうか。彼女はクレヨンしんちゃん世界におけるタイムパトロールであり、歴史を正しく修正する存在である。果たしてイジリ・マタベイを狙撃したのは誰か。真っ先に浮かび上がるのは敵軍大倉井高虎軍の敗残兵であろう。みんなも知っているようにマタベイたちは兵の少なさを補うために早朝大将をめがけた突撃をした。野原一家の活躍もあって総大将の髷を落とし戦に勝利したマタベイたちだったが、敵の兵士自体はまだたくさんいたはず。俺たちは負けていないとマタベイを狙撃する者がいても何ら不思議ではない。しかしこの説には疑問が残る。それは火縄銃の音である。まずはこの音を聞いてもらおう。これは映画冒頭でしんのすけが初めてマタベイと会うシーンの銃声だ。続いてこの音が映画終盤、マタベイが狙撃された時の音だ。明らかに音の質が違うことが分かってもらえただろうか。確かに音源との距離や周りの騒がしさも聞こえ方に影響するだろう。ただ音の質はどうにもならない。マタベイが撃たれた時の音からは明らかに近代を感じる。これだけ時代描写にこだわっている制作人が果たしてこんなことをするだろうか。皆さんはリング・スノー・ストームという人物を覚えているだろうか。彼女はクレヨンしんちゃん世界におけるタイムパトロールであり、歪められた歴史を正しく修正する役割を担っている。リング・スノー・ストームは映画クレヨンしんちゃん雲国祭の野望において、雲国祭ことヒエール・ジョコマンが歪めた歴史を野原一家そして吹雪丸と共に修正していった。ここである仮説を立てることができる。それはイジリ・マタベイの命を奪ったのはリング・スノー・ストームであるという仮説だ。最も重要なことを話そう。雲国祭におけるリング・スノー・ストームは白の体を借りていたから違和感が弱かったものの、野原一家の安全より目的達成を優先させる発言や行動をしていた。また現代に戻ったリング・スノー・ストームは一瞬で周りの敵を殲滅する恐ろしい武器を所持していた。ここから導き出されることは、リング・スノー・ストームは目的達成のためなら手段を選ばず、また想像の域を超えた高性能の武器使用が可能であるということ。そう、戦国時代にタイムスリップした野原一家が狂わせてしまった歴史をできるだけ戦国時代に即した形で修正することなど、リング・スノー・ストームにはたやすいということだ。イジリ・マタベイの命を奪ったのはリング・スノー・ストームである。その根拠はもう一つある。それはこの時代春日の国にリング・スノー・ストームがいたという事実だ。映画クレヨンしんちゃん雲国祭の野望、その舞台は1570年代の戦国時代である。イジリ・マタベイが活躍するあっぱれ戦国大合戦も同じ1570年代が舞台であり、リング・スノー・ストームが関与した時代と重なる。しんちゃんや野原一家は我々現代人と同じ時間軸を生きているので、雲国祭とあっぱれ戦国を別々の時空として捉えているが、リング・スノー・ストームは違う。彼女はそもそも未来から来た存在であり、二つの世界異なる時空を一つの世界として捉えることができる。メタ的な視点で考えるなら、1995年公開の雲国祭の野望から2002年あっぱれ戦国大合戦まで、我々は現実世界で7年の月日を過ごしている。しかし年表で見れば、2つの作品が繰り広げられるのは同じ1570年代。例えば野原一家や吹雪丸と共闘した5分後にイジリ・マタベイを狙撃しても何ら不思議ではないということだ。そしてリング・スノー・ストーム視点から見れば、ああ、しんちゃんまたタイムスリップしてる、歪んだ歴史を修正しなきゃと思い至ることは当然だと考える。そんなサイコパスキャラがしんちゃんに登場するのか疑問に思う方は、ぜひ雲国祭の野望を見返してほしい。リング・スノー・ストームは野原一家の安全ではなく歴史修正を優先していることに気づいてもらえると思う。イジリ・マタベイは歴史修正のためにリング・スノー・ストームによって撃たれた。これは納得のいく説だと俺は考える。事実、
雲国際の野望、あっぱれ戦国大合戦ともに原敬一が脚本を書いている。ここまで視聴者や X の民が考察することを想定してわざと作ったのだろうか。だとしたら原敬一、やはりただ者ではないとは言ったものの、こんな手の込んだ説を正しいと思うのは危険だ。大人も楽しめるとはいえ、あくまでしんちゃんは子供向け作品。世間一般で言われているような、もっと早く歌えているはずだったマタベイが、しんちゃんによって役目を果たす時間を与えられ、それが終わったから、あの時放たれた銃弾が時空を超えて当たった。そう考えるのが自然だと思う。マタベイ自身もそう言ってるしな。いろんな見方をして、人それぞれの考察や妄想をするのも映画を楽しむ方法だと俺は思う。ぜひ雲国際の野望やあっぱれ戦国大合戦を見返すときは、リングスノーストーム黒幕説を思い出してみてくれ。今回の動画は以上だ。少しでも良ければ高評価、まだの方はチャンネル登録をよろしく頼む。それでは最後まで見てくれてありがとう。バイバイ。